Thank you.
会場の皆様、見事1回戦勝ち上がりました國學院大學浜島選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。一回目シードでのスタートでしたけども、どういう意気込みでスタートしましたか？向かっていく気持ちでやりました。今日参加している選手の中で唯一日本代表選手ということで入ってますけども、今日質問をいただいてまして、視聴者の方からどういった風にこう鍛錬をすればこう強くなれますかって言ったみたいですけども、日頃練習でこう意識していることとかありますか？特にないです。じゃどうやったら強くなれますか？テニスを楽しむことだと思います。今日1試合目の楽しみはどのくらいですか？100点満点してどのくらいですか？
100点。ありがとうございます。決勝に向けて決勝進出期待しているので、そういう意味で頑張ってください。ありがとうございます。以上、国学院大学浜島先生でした。皆様、ご声援引き続きよろしくお願いいたします。引き続き会場の皆様、選手ぜひサインの方、ペンをサインペン持ち歩いてますので、サインを求めいただけますようお願いします。リベンジトーナメントですか。え、これ何？報道用だから触んないで。ソフトテニスナビってあるだろ、YouTube。静かにした方がいい。編集でも解けない気がするな。でも、塾長のやつめっちゃそう。塾長の。
会場の皆様にご連絡いたします。本部前にてプログラムの無料配布、応援グッズの配布を行っております。選手のプロフィール等も載っておりますので、ご参照いただきながらご覧いただければと思います。なおコロナ対策としてマスク着用の上での観戦をお願いしております。選手には熱い応援をぜひお配りしております。ポカリスエットカラーの応援グッズでお願いいたします。